よ。目覚めですか？いいですよ。青は今日の朝今日の朝は6時35分に起きたんですけど、昨日の夜は12時前に寝ました。青の記憶上。おはようございます。待ってました。ありがとうございます。おはようございます。今日は金曜日です。おはようございます。今日は金曜日です。もう明日土日でおしゃべり会じゃない、お話し会ですよね。よく寝れた、よく寝ました。もうね、いっぱい寝ました。だから6時間半くらい寝た。平日にしては寝た方。金曜日も好き。火曜日と金曜日が好きかな。働いてました。お疲れ。そうだよね、お疲れ様。買った、みかん買った、食べたくて。明日の洋服何色着るの？まだ迷い中。夢とか見る？夢はね、見ますよ。でも今日は見なかった。青が見る、青が朝になっても記憶に残ってる夢ってめっちゃ変な夢のことが多い。朝起きてから軽く体動かしてないけど、家の中を歩き回ってます。母ちゃん、おはようございます。仕事、あー、なんかありがとうございます。そっか、日曜日でもそうだよね。お腹すいたな、なんか食べたい。おはよう、おはようございます。今日の朝ごはん、今日の朝ごはん、昨日作ったお味噌汁しかない。おはようございます。するです。何話そう。今日は天気はいいですか？新潟ちょっと曇ってます。雲が多いです。で、なんかね、新潟の人、なんかマネージャーさんに聞いた話なんですけど、新潟の人ってね、雨が降ってないと雲がどれだけあっても晴れてるって言うんだって。新潟の人ってあんまり曇ってるって表現しないっていうのを聞いた。そう、それをね、
聞いたんです。なんか今日の天気どうだったって聞いたときに、そう、晴れてたか雨降ってたの二択らしい。いや、まあ人によるかもしれないけど早起きだね。そうですか早起き。そう、やっぱ冬になると新潟も晴れてる日の方が少なくなるんです。今日のスケジュールは学校に行って帰ってくる。いつ降り出すかわかんない。雨ね。テストですよ。ね、12月の初めからくらいもばめもばめの写真ってもばめの返信って写真って送れないです。見れないんですよね。そう、もばめの返信ね、写真見れないんですよ。筋トレクラブは順調ですか？順調、順調です昨日もしましたよ。頑張ってるのかな。多少勉強はしてますが学校ね、勉強してますよ、一応。なんかさ、そのちっちゃいものさ、配信で学力テストやって、そっから青が頭いい感じみたいななってから、なんかちょっと何、そう、頑張らなきゃなって思ってる。今週雨予報、なんか明日雨みたいなの見たけどね。おはようございます。テストの点とかって、報告する、報告する、でもなんか報告しない時もあるけど、報告する時は報告します。なんか報告してねとか言われないただ青がこんな感じみたいな。テスト、あ、順位出されますよ。あ、ね、ちょっと自慢話じゃないけど、自慢話ではないんだけど、自慢話ではないんだけど、あの中学校のね、新潟に転校してきて初めてのテストの順位が、その時なんか学年じゃなくってクラスで順位が出てたんですよ。でその時に転校したてのテストで7位取ったんですちょっと微妙だったかな。青のお母さんの好きなところ、全部。そう、そうなの。え、なかなかいいでしょ。あ、9人じゃない、一クラスだったから。でも少なかったんですよね。29とか29とかですよ。でもそれで校長先生に褒められたそれが中学の時の思い出です。
もなんかでもでもなんかね、そう前の学校より国語が簡単だったっていうのと、あと社会も前の学校でちょっと習ったことがある、あるのもあったしみたいなちゃんと勉強しました。そうだからそのなんかたまたま習ったことがある、うん、が出たからその順位取れたけど、なんかねそう、そっからあおちゃんって頭いい子なんだみたいな思われ始めて、全然そんなことないんだけど、メンバーの宿題手伝ってあげられるほどでもないし、一番下だから逆に教えてもらう方が多いけど、サラとかあのはるかとかとかは一緒にやります。そう優等生イメージがついたんですよ。そんなことないんだけど100点取ったテスト取ってあると思う。100点取ったテストはね、でも中学の中1の1学期の中間の英語、一番最初の英語、あれは簡単だった。 ABC を書く感じみたいなあとなんかちょっと単語と文法とみたいな。しなぎ改良監督会ありがとうございます。地元の勉強の教えるスピード、なんか地域によってさ、その勉強の進めぐらいのスピードが違くて、だからなんかいいこともあれば悪いこともあった生徒会なんてね考えたことない。部活入ってないです高校生になってからは部活入ってないです。中学の時はクッキング部と ESS 部に入ってましたあ、週一のどっちも。でメガネかけてる人何人くらいいます？え、結構いるんじゃない？コンタクト数えたことない。でもコンタクトの子とかもいると思うけどクラスのメガネかけてる子、いや、わかんない、ちゃんと考えたことない。お腹すいたね。先生、今から焼き鳥食べれる？高校生だとカラコンしてる子も多いのかな？え、わかんない、ちゃんと見なきゃわかんないけど、してる子いんのかな見てなさすぎて、でもはしてないですよ。でもカラコンもいるか、いいのか。カラコンってあんまり高速に引っかかりそうで引っかからなさそう。
ブロッコリー食べる、え、意識高い。今日もブロッコリー食べなきゃ。 ESS 部はなんか英語部みたいな英語の部活なんですけど、一回も行かなかったです。目疲れちゃう。そうなんだ。カラコンしてみたい、一回ぐらい。TF48 先輩だ。ほんまひなたさん、ひなたさん、ひなたさんと一緒にアイスを食べたい。はよ、あ、何の略かはね、わかんないけど ESS って言ってます。勉強も大変だ。学生大変だ。でもね、中学校の頃よりかはね、楽になった。ビッグつける、あ、なんか昨日ね、なんか青がダンスをしてみたらどうなるんだろうなみたいな話したから、ダンスをしてみたいってなった。お疲れ様です。おはようございます。ひなた先輩の家に訪問してアイス買ってきたので一緒に食べてくださいって。メガネかけてます。でもコンタクトしてます。今は裸眼。視力は良くも悪くもないです。あおちゃん気になる人から、嬉しい。ちょっとなんかいっぱい、なんかあおちゃんってこういう人ですよって言っといてください。ありがとう、嬉しいな。仕事行ってきます。いってらっしゃい、気をつけてね。歯科に出ても勉強ですよ。そうですよね、勉強しなきゃです。ダンソーの生写真、ダンソーの生写真さ、出してもみんな欲しい？おはよう。すごくいい、ありがとうね。ちょっといい子にならなきゃ。嬉しいですね。太陽が出てきた、眩しい。顔がオレンジくなる。そんな変わんなかった。おはようございます、おはようございます。生写真、ダンスをした。いやでも生写真にはしないかな。学ランとブレザー、でも学ラン着てみたい。学ラン着てみたいですね。だからもうちかなちゃんがやってたの一式借りたい。でも女の子多分学ランに憧れることね、一回はあると思うよ。わかんないけど。おはようございます。でもセーラー服もね、
セーラー服も憧れてた。何度見てもツイッターのマーク上手に描けてるなって。これですか？ありがとうございます。嬉しい。ツイッターマーク上手、ありがとう。お元気ですよ。園児服に憧れないです。憧れはない。まだある、セールある、とか全部ある。でも12月のその12月のシャーベットピンクのおしゃべり会は4分の3コスプレですよ。け秘密。でも26日やなんかみんなわかんのかなとか思ってるけど、分かってても言わないでね。昔は大人になりたいってよく言ってた気がするけど、今どうだろう。大人になりたいとは昔よりかは思わなくなった。なんでだろう。16歳になったからかな。でもなんか多分中学生の 入りたての頃はなんかなんだろう、なんかその年齢でのどうしても年齢のなんていうの、どうしても仕方ないような差というか、なんていうんだろう、例えば握手会とかその高校生になってから会いに行くねみたいなことを言われることが多かったから、そういうのが嫌で大人になりたいと思ってたし、とりあえず早く高校生になりたくて。でも高校生になった今はまだこのままでいい感はある。おはようございます。いや別に今の自分が大人だとは全然思ってないし。なんか前みたいにそんなせか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 大人になろうとしなくてもいいかなって思い始めた。なんでかわかんないけど。楽しみ膨らんでく。ちょっと頑張りますね。おばちゃん頑張ります。話し会もよろしくね。よろしくお願いします。明日と明後日28、29よろしくお願いします。それです。でもなんか人としてちゃんとした人にはなりたい。まあでもその基準がどうかは人によるかもしれないけど。おはようございます。そうですね。
くり、そう、そんな感じにします。でもやっぱり最年少でもあるから、こう見えてまだだからその分やっぱりいろんな、なんだろう、いろんなメンバーのいろんないいところをもっと見て、いい感じに大きくなれればいいなと思います。あ、インスタフォローさせていただき、あ、ありがとうございます。そうはずっと見えてる。まあそうか、まあそうですよね。なんかもう他のグループさんの最年少とかもう中学生とかじゃないですか、多分。最年少高校生の、ね、NCT だけかな。最近リピートして聴く曲、リピートして聴く曲なんだろう。でも最近は井上園子さんよく聴いてます。ハマった28分、ありがとうございます。あ、いつもこの時間だって何してたっけ。あ、スクショタイムしますがいいですか。755、一応アカウントあります。でもツイッターとかインスタよりか動かしてないですでも755のちっちゃいもんクラブのグループがあるんですけど、そこは結構動いてるのでご覧ください30秒になったので終わりにします。よいしょ、また夜に。また夜にお会いしましょう。おやすみみゼミ。おやすみじゃない21時からまた見に来てください。バイバイ。今日も頑張ろうね。いや、寝ない。もうこの時間から寝たらもう良くない。さすがに寝ないバイバイ。私たちじゃなくて夜も会いに来てね。バイバイ。よいしょ。